どうも、ワドツでーす。どうもでーす。生贄失敗したな。生贄失敗したわ。荒ぶる神々が神様が生贄を気に召さなかったわ。まだワン太郎のこと忘れてなかったわ。ワン太郎くんが良かったですねっつって 笑うよね、ほんと。ワン太郎のことまだ忘れてなかった、神様。いや、笑ったわ。寝てたっすね。なんかふわっちのアプリ最近おかしいんだよね。コメントがね、ある程度まで行くと止まるんだよ。読み込みができなくなってね、何なんだろうと思って、コメ欄がね全然読めないんだよね。朝だね、もうすっかり、うん、夜遊びしちゃった。おはよう、国吉さん、いらっしゃい。おはよう。もう下道。正解。お疲れっす、ワドツでーす。ここからわかる？まだまっすぐ向かった。およそ700メートル先、目的地終点です。疲れたな、今日。もう寝るわ、俺。疲れちゃった。その辺から入っていかれないかな。いかれないんだよな、ここ。入れんのかな、右に入れるとこあんのかな。それが分かんないんだよね、うん、銭湯の前まで行くのがあるのよ、うん、難しいんだよね、うん、居場所を隠して配信してる。え、だから女がいるからでしょ、うん、こうやわ。あ、マイクを切ってる。マイクを切ってんの。マイク切る意味が分かんないよね。運転気をつけます。ありがとう。ダメだな。こうやとロハコさんパコったらめっちゃ面白かったんだけどな。眠い。荒野は使い捨てですか？そうですね、使い捨てですね、うん、そうです、そうです。よくわかりましたね、うん、使えませんでした、うん、あ、そうなんだ、ホテルの中でやってんだ。
知らないんじゃん。最近のっていうか若い子は知らないでしょ。まああのニコ生って年齢層高いからさ、結構30-40代とか20代後半とかでしょ知ってても。反対車線だね。うん。だからロハコさんのことはあんまりよく、名前は知ってるぐらいだったんじゃない？やっぱイケメンを連れていかないとダメだね。あイケメンの方がいい。黒髪のイケメンかな。黒髪のイケメン、ちょっとがっしりしてる感じの。がっしりは しなくていいのか。ちょっと色が黒っぽい方が好きなのかな。日焼けしてるね、うん、ガチムチ、ね、ガチムチの。ガチムチでもないか。でもワンパロ素人だしね。優しそうな子が好きなんじゃない。純朴そうな。そう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 。出てきたばっかりみたいな。そうそうそう。どれさん？金髪はダメだね。うん、金髪はだね、多分グッと来ないんだろうね。どれさんがどうしたの？あー黒髪色黒がっちり。いやてかねロハコさんね結構誰でも好きになるんだよ。てか今日はなんか俺の日だったんだよね。俺を食べようとする。なんかやたら点数上がってきてるみたいになってたからね、うん、脂が乗ってきたとか言われたわ。俺かと思って。わざわざの日だった。俺が喋られればよかったな。うん、毛深いのはダメらしいよ。でも タイミングがあるかな。すべてロハコさんのタイミングで。そう、神様だから。ロハコさんと付き合ってましたよ、はい、恋人です。元恋人です。元彼です。ドレさん本当にねビルドアップしてて、前はねケンシロウみたいな体だったんだけど、2ヶ月ぶりぐらいに会ってなんかボディースーツみたいなの着たの見たらね、ラオウみたいになってた。本当にどっからどう見ても間近で見てラオウだよ。あれ豪勝派打てるからね。いやマジ強いよ。もう叩く、あスパーやらなかったけどドルさんとは。もうやってたら死んでたろうね。これ漫画の世界でしょっていう体だから。この写真みたいになってた写真。いやもっと太くなってるの。そうだから上半身がすごすぎてなんか足細く見えるけど、うん、足めちゃめちゃ太かったもん。びっくりした。あいや一緒に今日ホテルに連れ込んでた女可愛かったよ、うん、今ホテルの中に超いい女いるよ。いやまあ荒野クラスになるとね、芸能人クラスのやっぱガッキーみたいな女がね嫌ってほど寄ってくるんだろうね。今日いた子は上戸彩みたいな子だったね。うん、背の低い上戸彩みたいな子だったけど、うん、もうパコりまくりだよ。
でもすごいよな、本当にね、童貞を捨てられる力を配信は持ってるわけじゃん。配信で一発当てると、あの21歳まで童貞だったやつの人生を変えるんだよ。金も入る、女にモテる、すごい世界だよ。怖いわ。よっさんも言ってたもんな、配信やらなきゃ俺はモテねえよっつって。もう泣きそうになったもん、よっさんのあのトーク聞いて。スーパースターになったんだよ、スーパースターに。よっさんの名言だよね、あれ。杖ついてよっつって、バイトしてよって、配信やるまで童貞でよっつって、配信始めたら見ろよっつって、可愛い女抱けるしよっつって、金も入ってくるしよって、プレゼントもらえるしよ、有名になったしよって、配信最高だよって言って叫んでたよ。じゃあみんなお疲れ様です。今日はもう寝ます。おやすみ、また明日。今日は寝ます。みんなありがとうね、おやすみ。お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。